はい、先日あったちょっとお恥ずかしい話、レジでの出来事です。若い方がこのマイリスのジュース2本お買い求めでした。その時に、ストローをくださいって僕は言われたと思いまして、ストロー2本用意しました。でたまにペットボトルの飲料だとか缶飲料でストローをくださいっていう方がいるんで、用意はしております。で、お客さんにどうぞと申し上げたら、ストローじゃなくて袋、このレジ袋でした。もう なんかもうものすごい恥ずかしくてですね、そんな間違いは今までなかったんですけども、とうとう耳もだいぶ衰えてきたかなという焦りと憔悴の顔がお客さんに感じ取られちゃったんじゃないかなと思うつまらない話でした。失礼しました。